君にも見えるウルトラの星、遠く離れて地球に一人。M3 異常なし。これからポイント M2 のパトロールに参ります。了解。いい天気ね。ピクニックでも行きたい気分だわ。いいね。うん。あれ？なんだろう。ヤマト、どうした？エンジンをしろ！操縦桿が動かない。操縦不能です。ヤマト、落ち着くんだ。ダメです。穴の方へ吸い寄せられてます。二人とも脱出しろ。分かりました。逆に回ってる。まさか空中分解しまったんだ。ヤマト、ヤマト、誰だ？おのれ悪霊め！待ってくれ！何のことだ？本当だよ！こじゃくら！姫ではござらぬか。姫、よくぞご無事で。ヤマト隊員、
私たちまさかタイムスリップして別の世界に迷い込んだんじゃ。どうもそうらしい。ほう、あなた様は姫のお知り合いでござったか。そうとは知らず、この藤原源九郎一生の深く。たけしとエミが迷い込んだこの世界は一体どこなのか。そしてエミを姫と呼ぶこの藤原源九郎という武士は何者なのか。二人の心は疑問だらけだった。その時、姫、早くこちらへ。何？侵入者を取り逃がした？バカ者！その寝ぼけども探したぜ！メビーズ様、向こう側から人間が飛び込んでくると計算外でございましたな。構わん。お前が開発したメタモルシステムがあれば天下無敵だ。かわいいやつじゃ。え？黄泉の国ですって？さよう。ここは黄泉の国でござる。ねえ、黄泉の国って死者の世界じゃないの？黄泉の国、そこは死んだ者が行く世界だと呼ばれている。しかし、たけしは信じたくなかった。まさかそんな。私が死んでる。ジョンさん、気をしっかり持つんだ。これ、君に気安く触るではない。あ、うん、何するんですか。姫、おいたわし。元凶さん、彼女はお姫様なんかじゃありませんよ。何を言うか。この方は間違いなく我らの姫じゃ。お主もし悪霊の回し者では。わかりました。僕はもう何も言いません。ならばよい。おかわいそうにな。遠京さん。なんじゃ、まだ文句あるのか。違いますよ。やりにくいな。もうあの悪霊のことを聞きたいんです。奴らは何者です？奴らか。奴らのことはよくわからんが、何でも悪ゾーンとか言うらしい。悪ゾーン？そうじゃ。奴らが来るまで、黄泉の国は平和な国じゃった。あれは御前試合の真っ最中じゃったな。待て！あれは何じゃ？その時、異次元の侵略者、アクドーンが現れたのだ。殿様と舞姫は捕らえられ、黄泉の国は悪ゾーンに征服されてしまった。生き残った源九郎や仲間の武士たちは山の中へ落ち延び、悪ゾーンを倒す機会を伺っていたのである。そうだったの。僕の見たところ、あの悪ゾーンは異次元を征服しようとしているインベーダーだと思う。黄泉の国の人間は魂だけの存在だ。奴らはその魂を吸い取るレザーガンを持ってるらしい。じゃあ私たち魂だけの存在になっちゃったのかしら。うん。僕も自分が死んでるなんて絶対信じない。でも今はそんなこと言ってる場合じゃないんだ。まずこの国を平和にすることが僕たちの任務なんだ。そうね。あれ、源九郎さんは？うん、君の無事を知らせに仲間のところへ行ったんだ。あら、やだ、あの人まだ私がお姫様だと思ってるのかしら。そうなんだ。本当のお姫様を助け出すまで、
君はお姫様のふりをしててくんないか。今あの人を悲しませたくないんだ。わかったわ。私だってお姫様って呼ばれるのまんざら悪くない気分だもん。あ、おい、これ頭が高い我らの姫じゃ。姫、よくぞご無事で。これで我ら百人力。そなたたちもよくぞ無事で。姫、よかったな。姫。あれが我らの城。綺麗だわ。おっしゃる通り美しい城でござる。あれが悪霊の巣になっておると思うと、拙者は悔しうと、悔しうとの。本に悔しいの。やりましょう。みんなで戦うのよ。姫、よくぞ申された。それでこそ我らも勇気百倍だ。おお。しかし警戒が厳しそうですが。そんなことは分かっておる。城への隠し道まで突破すれば、あとは勝手知ったる城の中じゃ。隠し道。おいらたちが知らねえ。近藤さん。そうじゃ。し。誰か来るぞ。皆さん、左右に散って。さあ、姫、早く参りましょう。ちょっと待ってください。このまま乗り込むのは危険です。僕に考えがあります。考え？武士でないお主の考えなど。源九郎？は。ヤマト殿は我らの味方です。きっといい考えに違いありません。は。姫がそう申されんのなら。お主の考えとは何じゃ？早く申してみろ。皆さん。裸になってください。何裸？裸？お主はわしらに恥をかかす気か？源九郎。は。ヤマト殿のおっしゃるようにしなさい。は。姫がそう申されんのなら、ただいま。いい思いつきじゃ。奴らの鎧を着て城に忍び込むなんてな。しまった！危ない！はあ、ぼやぼやしてるから石に詰まってくんじゃ。元凶さん、隠し道はどこですか？そこの石垣じゃ。カズマ。はあたしにそっくり。うん、あ、どういうことじゃ。これは姫が二人いる。どういうことじゃ。これはわけは後で話します。それより早くお姫様を。姫、おいかましい。ご無事で。姫、よくぞご無事で。これは罠です。早くここから逃げなさい。源九郎殿、敵じゃ。隼人和馬、姫をお守りするのだ。貴様れ、こやつはこやってくれ。おのれ、あじゃ
ヤマト隊員、どうして私たちだけ助かったの？僕たちは死んだんじゃないかもしれない。ということはまだ帰れる望みはあるんだ。あなた方ですね。他の世界からこの国へ来られた救世主は。僕たちのことを知ってるんですか？祈ったのです。祈った？ええ、私はこの国が彼らに征服されてからずっと救世主がやってくるのを祈り続けていました。私たちはただの人間ですわ。救世主だなんてウルトラマンじゃあるまいし。ね、ヤマト隊員。うん。いいえ、あなた方は救世主に違いありません。あなた方こそこの黄泉の国を救える人たちなのです。お姫様、やります。私たちね。うん、もちろんですよ。ありがとうございます。ところで元寇さんたちはどうなったんですか？そうよ、いい人たちだったのに、あの者たちはある場所へ封じ込められているのです。封じ込められてる？ええ。しっ、また誰か来るわ。よし、いい考えがある。手こずらせてくれたな。もうそちの味方はおらんぞ。そんなことはありません。観念したらどうだ？観念するのはそっちの方だ。貴様たち、向こうの世界の人間だな。それがどうした？これを見ろ。いいか、これはわしが開発したメタモルシステム。今すぐこのボタンを押して、お前たち人間世界にこのゲラを送り込み、皆殺しにしてやる。何？そんな小さな怪獣で地球を征服するつもりか？ゲラを巨大化するこの装置を見ろ。世界の通路、武器を捨てろ。ゲラを発射しろ。もう何をするか。動くな。山田隊員、アンテナが下がってきているわ。おい、なんとかしろ。なんとかなるのか。Thank you.
救世主に違いありません。ヤマト、ジョーノ、しっかりしろ。気がついたぞ。どうしたんだ一体。チーフ、田島隊員、原田隊員。あれ、ウルトラマンエイティは？何を寝ぼけているんだお前たち。あれを見ろよ。このありさまを見ろ。シルバーから完全にバラバラだ。お前たちが助かったのは奇跡に近いぞ。キャップ、二人とも助かったんですって。ああ、今報告が入った。よかった。僕は広報に入ってから初めて悲しいニュースを発表しなきゃならないかと思ってたんですよ。取り越し苦労だったな。じゃあみんなに察してきます。見て。おいおい、壊すなよ。大丈夫です。じゃあみんなに察してきます。よかった。できた。黄泉の国だって？ええ、夢でも見ていたんじゃないのか。お前たちが気を失っていたのはほんの1時間ぐらいだぞ。1時間？ああ、あの空間の歪みが消えるまで捜索が不可能だったんだ。あれが消えたのはついさっきだぞ。あの黄泉の国、あれは夢だったのかしら。当たり前だよ。夢黄泉の国は存在する。そんなの本当に。助けを求める黄泉の国の人々がウルトラマン80を呼んだに違いない。たけしはそう思っていた。我々が住んでいるこの宇宙は三次元と呼ばれる。しかし次元を超えれば我々の考えたこともない世界が存在するに違いないのだ。レッゴー UGM! この星は美しい星、誰もが愛する青い星。この星を守るのが我らの使命。何か怪しいものが来る。正体不明でやってくる。センター UGM、 テイクオフ UGM、 スペルヘッド UGM。怪しくうごめく恐怖の人食い屋は、その秘密を握るのは青山博士だ。こんな時肝心のたけしが変身できない。次回ウルトラマン80、白い悪魔の恐怖。